ニュートンの主張、自然哲学の数学的諸原理通称、プリンキピア、アタナシウスキルヒャー、磁石あるいは磁気の術について、口へ。知識の核分野と、神、人間、自然の相互の結びつきが表現されている。外縁は神学を頂点にした核分野。内縁は、星界、月下界、ミクロコスモスで、中心にあるのは、 神の精神たる原型世界とは、自然の事象や正紀についての体系的理解及び理論的考察の総称であり、自然を総合的、統一的に解釈し説明しようとする形事情学である。自然学と呼ばれた。自然、すなわちありとあらゆる物事のネイチャーに関する哲学である。しかし同時に、人間の本性の分析を含むこともあり、神学、形事情学、 心理学、道徳哲学をも含む、自然哲学の一面として自然魔術がある。自然哲学は学問の各分野の間においても、宇宙の様々な局面の間でも、事物が相互に結ばれているという感覚を特徴とする。現在では自然科学とほぼ同義語として限定された意味で用いられることもあるが、その範囲と意図はもっと広大である。 自然哲学は主にルネサンス以降の近代自然科学の確立期から19世紀初頭までの間の諸考察を指すといった方が良いだろう。自然哲学的な観点がより専門化、細分化された狭い科学的な観点に徐々にとって変わられるのは19世紀になってからである。自然哲学の探求者の多くは宗教的な人間であり、 抑圧的な宗教者と科学者の戦いという図式ではなかった。世界は自然という書物であり、神のメッセージだと考えられていたのである。ヨーロッパでは近代まで、ほとんどすべての科学思想家は、キリスト教を信じ実践しており、神学的真実と科学的真実の間の相互連結に疑いはなかった。ジョンズ・ホプキンス大学教授ローレンス・エム・プリンチペは、 科学の探求に無心論的な視点が必要であるという考え方は20世紀に作られた神話に過ぎないと指摘している。その由来は西洋哲学の起源であるタレスラミレットス学派、イオニア学派のある系の問いに求めることができ、以後、優れた観察や分析が行われる。また、ストア派、エピクロス派、アカデミア派において自然哲学は倫理学、 論理学と並ぶ哲学の三部門の一つとして扱われるようになった。中世、古代ギリシャの自然学的自然観がアルベルトス・マグヌスの検証紹介以降にほぼドグマ化したスコラ学の下では自然哲学は停滞するが、ルネサンス期を経てベーコンやデカルトラによって近代科学的方法が確立されると哲学的諸問題に対する自然哲学の 重要性はさらに増した。一方で、それは自然哲学と自然科学とが分離する前触れでもあった。ドイツ観念論における自然哲学は分離しつつあった両者を哲学的原理から統合しようとする試みとして捉えることができる。生物学においてこの時期に盛んであった比較解剖学が多くこの流れを受けている。ゲーテもこの分野に多くの影響を与えた。 彼は植物において、花弁や額がいずれも葉の変形であることを見出し、このような変形を変態と呼んで、生物の構造の発展に重要なものと考えた。さらに後の研究者は、このような観点から、多様な生物の形態にはその基本となる型が存在すると考えた。このような考えは例えば、騒動機関。 掃除機関といった概念を生み出し、あるいは同一構造の繰り返し構造を認めることで、動物の体制の理解などを推し進めた。しかしそれは往々にして、恣意的な想像を広げることとなり、例えばサンティレールは、節足動物の付属子と、脊椎動物の暴らぼれを想像とする論を述べた。これには、実証主義を掲げて、比較解剖学を刷新したキュビエが強く反対し、 大論争の末に、キュビエが勝ったのは有名である。他方、キュビエは、実証主義にこだわって、思想性を失った結果、天変地異説を唱えて、ラマルクの進化論に反対する、と、対極的には大きく見誤ったと言える。むしろ自然哲学の流れの最後尾に属するラマルクが、内容は誤っていたが、進化論を想像した点は重要であると、安木隆一は述べている。なお 比較解剖学の思想的な流れは19世紀に発生学に受け継がれる。発生学の中で比較発生学という流れが起こり、この分野が比較解剖学が生んだ相当性などの考え方の裏付けを作り始める。同時にこれらの分野が生んだ進化論が表舞台に出ると、比較発生学はそれを裏付けると同時にそれを適用することで系統論を生み出した。 その方向の頂点に立つヘッケルはこの視点を徹底化することで全動物群の系統を論じることを可能にしたが、その過程で事実の様々な愛局を行っている。これが後の世代から批判されることとなったのは関連論的解剖学がキュビエの餌食になったのの二の前を演じているように見える。ちなみにヘッケルが生物学の歴史を論じているものの中で彼は 関連論的解剖学を高く評価するとともに、キュビエの立場をつまらない、低級なものとこき下ろしている。19世紀以降、近代科学の発展や細分化などに伴い、これまで区別が曖昧であった自然科学と自然哲学の両者は完全に分離して考えられるようになった。現在では自然科学処分野の知識を包括的、 全体的に捉えた考察に対して限定的に用いられることがあるが、自然哲学を標榜する哲学者は極めて少ない。しかし、これは自然哲学の消滅、もしくは哲学と自然科学とが相反するものであることを示すものではない。現在においても自然科学の成果を踏まえる形での 哲学的考察は多くの哲学者によって行われており、現在においても両者の親和性は高い。加えて、現代哲学は過去の哲学を否定するものではない。こうした意味でも、現在でも自然哲学は生きていると考えられる。ありがとうございます。